お堀の防空壕。子供の頃のある夏の話。僕の実家というのが戦時中は軍需工場があったところで、何度か空襲に見舞われた町なんです。だから古い建物とかまるでなくて、のっぺりとしてつまらないところなんだけど、まあそういう空襲の過去があったせいか、心霊スポットというか、出るって言われているところが結構ありました。それでうちのおばあちゃんとか本気で、あそこには近づくなって言うんですよ。でもそんなことを言われてしまうと、そこ、行ってみたくなっちゃうんですよね。でおばあちゃんが、特に行くなって言っていたところが、昭和に再建されたお城のある公園で、あちこちに慰霊碑とか立っていて、夕方になると確かにちょっと不気味でした。お城だからお堀があるんですけど、水はもう枯れていて、戦時中はそのお堀に横穴を掘って防空壕にしていたそうです。なんでもその中のどれかで近くに焼夷弾が落ちて、避難した人はいぶり殺されてしまったらしい。それとは別に、工場に借り出されてきた人をリンチして、そこに埋めたという話もありました。まあどこまで本当かはわからないんですけど、おばあちゃんが言うには、その霊が出るって言うんです。親父なんかはデマだってまるで信じていなかったし、僕も聞き流していましたけど。で、小学校の時のこと、7月も終盤のある夕暮れ、飼っていたジャーマンシェパードの太郎を連れて、その公園に散歩に行きました。まあ通常の散歩コースだったんですけど、おばあちゃんの言うことをまるっきり信じていなかったわけでもないけど、そのお堀の中って普段背の高い雑草で覆われていたから、防空壕なんてあるのかどうかもわからないし、まあ寸止めのスリルを楽しんでいたという感じです。で、九段のお堀の近くに行くと、普段とは雰囲気が違いました。雑草が刈り取られているんです。それで、ちょっと探検だと思って、お堀に降りてみることにしました。夕方、人がいなくなる公園の、真っ暗なお堀に降りるのはスリリングでした。でっかい犬と一緒だったから、そんなことができたんだと思うんですけど、しばらくして、暗がりにも目が慣れてきて、じめじめとしたお堀の中を歩き出すと、あちらこちらに防空壕らしき穴がありました。意外に小さくて、入り口は板などを打ちかけて塞がれています。ドキドキしながら見て歩くうちに、一つ入り口に何も打ち付けていない壕がありました。そこを覗き込もうとしたとき、突然雷が。びっくりしました。その後大降りの雨、夕立です。雷が鳴った途端、太郎がその壕に駆け込んで、力が強い犬なもんですから、僕も引っ張られて壕の中へ。太郎はすっかり雷に怯えている様子でした。こういうときは、てこでも動きません。外は土砂降りになっていたし、なんとなく基地を見つけた気分で雨が止むのを待っていたんです。壕は高さ1メートルくらい、奥行きは3メートルくらいのところで、支柱の木が腐って半分くらい崩落していました。そのうち太郎が何か気配を感じ取った様子で、奥をじっと見つめ始めました。で、僕も冒険心を起こし、崩落した先を覗き込むと、誰かいたんです。暗くて見えなかったけど、確かに。僕はパニックを起こし、気がつくと、雨の中、太郎を引きずりながらずぶ濡れになって、家に向かって走っていました。親父にこのことを話すと、そんなバカな、と首をひねっていましたが、
不老者でもいたんじゃないか、気をつけろよ、と僕に言いました。防空壕のこと、叱られるかなと思って、あまり詳しくは話さなかったんですけど、姉には話をしたら、中にいたのって、野良犬かモグラかなんかじゃないの？って受け流されました。それから同級生にこの話をしたら、僕がたたりに会ったって噂が広がってしまいました。夏休みも終わりに近いある時、そこに冒険に行くから案内しろって近所のドキュン兄弟に呼ばれました。兄は中学生、弟は僕よりも一つ上の小学校6年生。一年前に引っ越してきたばかりでした。逆らうと何をするかわからない奴らですから、言うことを聞かざるを得ません。なんかあったらやっつけてやるからさ、と、ヤガン構えて言っていましたよ。お堀のそばまで来ると、夏の雑草は生育が早い。すでにお堀は再び雑草で覆い尽くされていました。話が違うじゃねえかよ。僕は二人に嘘つき呼ばわりされて必死になって説明をしました。前は草が刈ってあって普通に降りていけたんだって。こいつらに目をつけられてしまったらたまらない。奴らは名残惜しそうにエアガンを撃っているうちに弟の方がお堀の下に駆け込んでいきました。こうなると、兄貴の方も降りないわけにはいかないんでしょう。続けて駆け降りて、場所教えろよと怒鳴ってきます。お前も来いと言われましたけど、僕は上からおおよその位置を教えて、場所は教えたから帰るからね、と二人を置いて帰りました。ドキュン兄弟も嫌でしたけど、もう二度と近づきたくなかったから。その次の日の夜、ドキュン兄弟のお母さんが、うちの子が戻ってこないんだけど、なんか知らない？って尋ねてきました。深夜徘徊は常習的な兄弟でしたから、一晩くらいは気に留めなかったんでしょうけど、二日目になると、家出などを心配したようです。僕は、昨日の夕方までは、公園で一緒だったことは教えました。でも、お堀のことは黙っていました。正直、ああ、奴らに何かあったんだな、と思っていたんです。そしてその数日後、お堀の草むらで、ドキュン弟の遺体が見つかりました。ドキュン兄は行方不明のまま。弟の遺体には、エアガンの弾の跡がいっぱいあったという噂が流れて、ドキュン兄がドキュン弟を、殺害したんじゃないかとか言われていました。そのうちドキュン兄弟の家族もいつの間にか引っ越していって、僕も最初はいろいろと聞かれましたけど、防空壕後のことは黙っているうちに騒ぎは収まっていきました。以来お堀のそばにはもう近づかないようにしていましたけど、今年の夏帰省した折に好奇心が湧いてきてしまい、そこに見に行ってみたんです。すると、お堀は埋め立てられて、あの防空壕跡があったとおぼしき箇所には、小さなお社が祀られていました。移動するファイル。皆さんは KNK という名前の動画ファイルをご存知ですか？ものの12秒ほどのファイルなんですけど、8秒までは真っ暗で、9秒目に一瞬だけ暗がりに東南アジア系の男が映ります。その後また真っ黒になり、一番最後に振り下ろされる鉄パイプみたいなものと、鏡込む後ろ姿の女が映ったかと思うと、動画がぶつ切れて終わります。まあ動画だけ見ればそれほど怖くはないんですけど、
問題は別のところにあるのです。私がこのファイルの存在を知ったのは、掲示板でいつも列を交わす相手に画像ファイルをいただいたとき、アップローダーに貼るように頼んだ ZIP ファイルの中にこれが紛れていました。相手にお願いしたのは JPEG 画像数点だったので、フォルダ内の一つだけ、knk.mpg の動画拡張子というのは明らかに変でした。何かの冗談かと思い、その場で相手に動画を入れたかどうか確認を取ったところ、動画なんて入れた覚えがないとのこと。何度もやり取りをしている信頼ができる相手だったので、とりあえず開いてみたところ、その映像が。なんとなく気味が悪かったので、そのフォルダに入れたまま、翌日の夜、掲示板の相手に内容を伝えると、途端に相手の列が止まってしばらくして、今その動画どこにある?との列が返ってきました。私はどこも何もあなたがくれたフォルダの中だよと思いながらも確認をしようとフォルダを開いたところ、なぜかどこにもファイルが見当たらない。なんで?気味が悪くなり、相手に何なのか尋ねると。やっぱり。ごめんなさい。詳しくはわからないんだけど、あのファイルはいわくつきで、ファイル自身が勝手にどこかに移動してしまうらしいの。との返答が。そんな非科学的なことがあるわけがないと反論すると、相手は。私もね、冗談半分でもらったんだけど、気がついたらなくなっていたんで、きっと捨てたんだと思っていたの。本当にごめんね。と、平謝り。ファイルをもらった手前もあるし、そんな怪談じみた話は信じないたちなので、そのまま水に流していたんですけど。先日、MP3 をコピーしてあげた友人から電話があり、なんか、気持ち悪いビデオが入っていたけど、あれは何?と言われたときは、さすがに寒気がしました。おそらくそのファイルは、もう友達のところにもないでしょう。K の死に様。大学の同級生から久しぶりに忘年会の誘いがあって思い出した。大学3年生の12月、サークルの連中と飲んでた。二次会が終わったところで何人かが終電がなくなると言って帰っていった。俺は5人くらいと残って朝まで安い居酒屋で時間を潰し始発で帰った。次の日、家で爆睡していたら、昼過ぎ、仲間の一人から電話がかかってきて、昨晩先に帰った K が事故で亡くなったと聞かされた。その日の夕方、締め慣れないネクタイに悪戦苦闘した後、K の通夜の会場に向かった。昨日の夜はあんなにバカ騒ぎしていた連中が、今日は喪服姿で神妙にしているなんて、不思議な光景だった。おまけに一人は、棺桶の中なんて。通夜会場を早めに後にして、俺たちは帰り道にあったファミレスに入った。そして K と一緒に帰った S から事故の話を聞いた。K と S は同じ方向だったんで、途中までは同じ電車に乗って帰っていた。K と S はその当時、俺たちの間では微妙な関係になっていて、もともと K の彼女だった女の子が、K とはっきり別れないうちに、S に乗り換えようとしているみたいな噂があって、事情を知っている俺たち何人かは、結構ヒヤヒヤしながら、その三角関係を見守っていた。K は S と彼女のことをまだ知らないと
俺たちは考えていた。電車の中で K は何か考えているみたいで、 S が話しかけてもただずっとニヤニヤしているだけだったらしい。そのうち K の乗り換えの駅に着くと S に、お前も気をつけて帰れよと言い残して降りていった。ドアが閉まって S は K に向かってガラス越しに手を挙げた。その時 K は S のことをすごい顔で睨みつけていたような気がすると S が後から言っていた。 S を乗せた電車は深夜にしてはかなりの数の乗客を乗せて一旦動き始めたんだけど、5メートルも進まないうちに突然ガタンと急ブレーキをかけて止まってしまった。結構長い間 S を含めた乗客を乗せたまま電車は止まっていた。そして車内アナウンスが流れて、 S はこの電車で人身事故があったことを知った。ドアが開いて S が外に出ると、駅構内は大騒ぎになっていた。事故は電車の先頭であったらしく、人だかりができていた。 S は K がまだホームにいるんじゃないかと思いながらその方向に歩いていった。事故は動き出そうとした電車の前に人が落ちたか飛び降りたかして電車の下に入ってしまったらしく、何人もの駅員が線路に降りて大声を上げながら電車の下を覗き込んでいた。野じ馬に混じり S もホームから様子を見ていたが、やってきた救急隊員が電車の下から引っ張り出してきた被害者のものらしい上着を見て S は青くなった。それは俺たちのサークルのスタジャンだった。その後 S は K の家族と病院に行ったり、警察の調べとかで大変だったらしい。一睡もしていないらしく、目は真っ赤ですごくやつれた顔をしていた。焦点の合わない目をしながら、S は俺たちに向かってしきりに、どうしてあいつが、俺が乗ってた電車の先頭に落ちれるんだよ。俺たちは、後ろの方の車両に乗っていたんだぜ。どうやったらそんなに早く移動できるんだよ。と言っていた。その後、この事故は小さくだけど、週刊誌に、怪死事件として書かれた。電車の運転士も K が落ちるところを見てはいなかったらしい。 S が警察に疑われているとか、サークルの仲間のところに刑事が来たとかの噂が流れて、なんとなく S とは疎遠になり、卒業後は音信不通になってしまった。 S が嘘をついていたのかどうかは謎だが、少なくともその時は作り話をしているようには俺には見えなかったな。池に浮かぶもの。知り合いに H さんという人がいる。H さんは会社をすでに退職した身で、退職した後で少し体を悪くしてしまった。それ以来医者の勧めで家の周囲を毎日散歩することにしているらしい。H さんの家は山手の閑静なところにあり、近所付き合いもあまりなく、周囲を出歩くことも少なかった H さんは、やっと今になって自分が住んでいるところを見て回る機会に恵まれたという。そんな H さんがある話をしてくれた。ある日の夕方、H さんはいつも通り家の周囲を散歩していたのだが、今日に限って少し遠出をしてみることにしたという。家から少し離れたところに神社があって、そこに寄ってみたのだ。神社の奥には鬱蒼とした森があり、H さんはそこに足を踏み入れた。木々の間から光が差し込み、日暮らしの鳴き声があたりに響く。
森の中はひんやりとしていて、とても素晴らしい場所であったらしい。初めて来たけど、いいところだな。もっと早くに来ていればよかったな。H さんはそう思い、さらに奥へと足を伸ばすと、突然、目の前が急に開けたらしい。深い、緑色の水がそこにあった。そこは、ため池だったらしい。それにしても、大きな池であったらしいのだが、周囲に木が生い茂り、池の中も水草でいっぱいであり、魚も多くいそうだった。H さんは、自分が釣りの趣味があればよかった、などと思いながら、池の周囲を散策していた。スーッと、H さんの目の前を、トンボが飛んでいったとき、ぽちゃん、水音がしたそうだ。H さんが首を回すと、岸から四五メートルくらい離れたところの水面に、大きな波紋が広がっていくところだった。魚でも跳ねたのか？そう思った H さんの目の前に、突然それが浮かび上がったらしい。ボール？H さんははじめ、そう思ったそうだ。それも、灰色の、ぐちゃぐちゃしたボールに見えなくもなかった。ちょうど、サッカーボールくらいの大きさだったらしい。誰かが池にボールを落として、それがガスが抜けて浮かび上がってきた。H さんは、そう考えたそうだが、それにしても、ボールがおかしい。ボールの表面には、血管のような、網膜模様が走り、黒い二つのビー玉のような穴があり、こちらを見ている。それはまるで目玉みたいに見える。魚臭い匂いがあたりに漂ってきた。その時、キキ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 キ。突然、日暮らしの大合唱が始まって、森はその声に包まれた。H さんの注意は、その瞬間、森へと向けられた。そしてハッとした彼が、池に視線を戻すと、そこには、緑色の水が広がっているだけだった。H さんが言うには、それは、マネキン人形の頭部のようだった、というらしい。髪の毛も何もない、マネキンそっくりだったと。もっとも、普通池の中に、マネキン人形などあるはずがない。H さんは現在も変わらず散歩を続けているが、以前とはそのコースが微妙に違うという。しつこい団体。もう十数年も前のことなんだけど、ある日の夜中の2時から3時頃、突然アパートのチャイムが鳴った。こんな時間に誰だと思いつつ、ドア越しに返事をすると。ボランティアサークルの〇〇という団体です。目の不自由な子供たちが一生懸命作った人形を買っていただいて、その収益を施設に寄付する活動をしています。という。若い男の声が返ってきた。うさんくさい上に、こんな真夜中。当然、ドアを開けるつもりもなく、適当にあしらって帰ってもらおうとしたんだが、相手は全然諦める気配がない。そのうち、相手の声がだんだん大きくなってきて、お願いします！と、すがりつくように、必死に訴えてくる。いい加減うんざりして、仕方していたんだけど、とりあえずドアだけでも開けてくださいと言って扉をどんどん叩き始めたんで、さすがにちょっと切れて、こんな夜中に突然やってきてドア開けろって言う方がおかしいだろ、警察呼ぶぞと怒鳴ったら、やっと諦めて帰ったらしく静かになった。朝になってポストの新聞を取りに行こうとドアを開けたら、ドアノブのところに、1メートルくらいの、バカでかい、
ピエロの人形が吊るされていてゾッとしたよ。一体あれは何だったんだろうか。怪しい音。現実ではないかもしれないけど、一年ほど前、私の家は北向きで二階建て。二階の南側の部屋が私の部屋です。南には窓があります。今は家の南側は小綺麗な住宅地になっていますけど、住宅地ができる前は古い長屋でした。当時はその住宅地を作るため、長屋を取り壊して工事中でした。長屋の廃材を片付けて、新しい家の柱を組んでいる最中だったと思います。ちょっと心を病んでるおじいさんと、父親が女を作って出て行ったきり、消息不明の家族が住んでいました。家族の方は喧嘩が絶えない家庭で、本当ものすごかったです。おじいちゃんも怪しい行動が目立ち、よく一人でわめき散らしていましたが、長屋が取り壊される少し前に亡くなりました。前振りが長くてすいません。私の家はおかしなことがよく起こっていたんですけど、私が成長すると亡くなっていきました。亡くなったはずだったんですけど、夢を見ました。私は窓に背中を向けて寝ています。夜なのに、窓の外も部屋の中もすごく明るくて綺麗でした。窓の外から子供の笑い声が聞こえてきます。部屋は2階なんですけど、なぜか窓のすぐ下は地面になっているんだと背を向けているのにわかりました。外はいい天気というよりも空の色もなく、ただ白く光っている感じでした。小高い丘になっていて、綺麗な花がたくさん咲いています。その丘の頂上付近で子供が二人遊んでいて、そばには白い着物を着て、黒くてまっすぐな長い髪をした、綺麗な女の人が優しい顔で子供たちを見ています。結構距離があるはずなのに、窓のすぐ外で遊んでいるように、声が間近で聞こえました。あれ、おかしいな。裏は確か工事中だったよな、と思い、まどろんでいましたが、あまりにも、ほのぼのした光景が、背を向けていたのに分かったので、気にはしませんでした。すると子供が、こちらに気がつきました。お姉ちゃんもこっち来て、一緒に遊ぼうよ、と、二人で、窓のところまでかけてきました。一緒に遊びたいと思いましたけど、急に、絶対に行っちゃダメだ。戻ってこれなくなるぞ。と、頭で誰かの声がして、私は体を固くしました。絶対に寝返りを打ってもいけない。窓を見てはいけないって確信がありました。でも子供があまりにも可愛かったので、心の中で、ごめんね。お姉ちゃんはそっちには行けないの。と、つぶやくと。それが伝わったのか。大丈夫だよ。と、二人で誘いをかけてきます。私は黙ってじっとしていました。すると、子供たちが笑いながら、窓をどんどん叩くんです。狂ったように、遊ぼう、遊ぼうって。だんだん恐怖が大きくなってきて、心の中で念仏を唱えたりしていました。その頃には、この子たちは生きてはいないんだってわかりました。急に、女の人の顔がアップで頭に浮かびました。見てはいないのに見ている、そんな感覚。あんなに綺麗で優しい笑みを浮かべていたのに、私を見つめる顔からはその表情は消え、女幽霊の
あの霊みたいな不自然な笑いを浮かべていました。白目がないんですよ。その間も窓を叩く音は止まず、急に体の中に何かが入り込んできたような感覚になりました。背中から入って私の何かを窓の方に引っ張るように必死になってこらえました。絶対に行っちゃいけないってだけで、怖さも全部飛んで女を睨みながら必死で自分の体にしがみつきました。この勝負に負けてしまったら死んでしまうんだってわかりました。絶対に行かないって何回も何回も心で叫びました。何時間もそうしていたような気がします。気がついたら朝でした。冬なのに汗をたくさんかいていました。だからただの夢だったのかもしれません。夢にしてははっきりしていましたが、現実なのかと言われてしまうとそこまで自信はありません。裏の住宅地ができて幸せそうな家族が越してきました。しばらくは仲も良く、いい家族だなって羨ましかったんですけど、最近お父さんがおかしくなってきたみたいです。毎晩のように聞こえていた笑い声は途絶え、たまに聞こえる声は激しく罵り合う声と子供の泣き声です。どうしてしまったんだろうかと思っているうちに、あの夢を思い出しました。私の家の付近は、うちも含めて、家族運がありません。気が狂う、離散する、異常なほどの独占欲を持つなど。まあ私は、今も普通に住んでいるわけですけど。その家族は、うちの裏に住んでいて、そこはおじいちゃんが、気が狂ったまま、しばらく発見されずに、亡くなってしまった位置と、全く同じ位置なんです。髪の長いお姉さん。12年前かな。俺が小2か小1の時、当時マンションに住んでいたんだけど、親が共働きで、ほぼ毎日友達の家か近所のおばちゃんの家に預かってもらっていて、それ以外の時間は公園とかで遊んでた。一応鍵も持ってはいたけど、当時はまだ小学校の低学年ということもあり、一人では絶対に家の鍵を開けるなって言われてた。多分後ろから泥棒とかに入られる危険性があったからだと思うけど。その日もマンションの廊下から見える公園で友達と遊んでいた。そしたら髪の長い女の人が公園に入ってきて、とても自然に俺たちに話しかけてきた。名前とか小学校とか好きな食べ物とか、多分そんなんだったと思う。しばらくすると友達がもう暗くなったからと言って帰った。俺も友達がいなくなったんでつまらなくなり家に帰ろうとした。するとその女が家で遊ぼうとか言い出した。当時バカだったというか無邪気だった俺は疑うこともなく、いつもなら近所のおばちゃん家に帰るんだけど、俺の家に行くことになり、マンションの鍵をポケットの中で握りながら、ワクワクしながら家のドアの前まで来た。鍵を入れて回しかけたとき、廊下の向こうから、何してるの?とおばちゃんが歩み寄ってきた。俺が説明しようと仕掛けたところ、女が舌打ちして走り去っていった。ようやく俺も背筋が寒くなり、おばちゃんに抱きついて泣いた。女は俺の家に上がって何をするつもりだったんだろうか。
校舎の合わせ鏡。私の教室は廊下の突き当たりにあります。そしてその途中には三箇所鏡があり、二つ目、つまり廊下の中ほどにある鏡は、廊下の両側に設置され合わせ鏡になっています。一昨年まで私の学校は警備員さんが放課後校舎を見回るという古いタイプの学校でした。部活が終わり、6時半を回ったとき、私は部活の後輩にペンケースを取りに行ってほしいと頼まれました。私の学校は教室棟と実験室などがある特別教室棟に分かれており、教室棟で活動している部はないので、明かりがすべて消えていて、確かにいい雰囲気ではありません。頼んだ後輩が階段の類が苦手であることを知っていた私は断りきれず承諾しました。そして後輩の机からペンケースを回収し、昇降口で待っている後輩の元に向かう途中、学年が上がると3階から1階に教室のある階が変わってくるんで、一つ降りたその先は先ほど書きました。私の学年の階です。私はそこで見回っていた警備員さんに出くわしました。いえ、警備員さんの方は私に最初は気がついていなかったので少し変ですね。とにかくその人は廊下の合わせ鏡になっているところに懐中電灯を当て何かを食い入るように見ていて私に気がついていませんでした。最初は、鏡が割れているか何かあるんだと思い、見てみようと近づきました。しかし近づいてみても、鏡に異常はありません。それに警備員さんが私に気がつかないのです。おかしいと思いましたが、もう外も暗かったですし、帰ろうと振り返ったとき、ようやく異常に気がつきました。合わせ鏡のもう一枚の鏡。そこに映った警備員さんの背中から手が出ているんです。何者かの手が。私は硬直しました。すると、鏡に映った警備員さんの肩越しに、その何者かが顔を出しました。その顔、映画のイットのピエロだったような、白いお面をつけたような、多分私が不気味と思うものなら何でもいいのでしょう。それは右手で私を指さして笑い出しました。我に返った私は振り返りましたが、そこに映っていた顔はありません。私はそこから全力で走って昇降口に向かいました。なんか寒い。手が動かない。それから私は肩こりに悩まされています。取り憑かれでもしたのでしょうか。本当に肩が重い。あ、ちなみに警備員さんの方は次の年からセコムされたのでどうなったのかは知りません。興味もありませんから。ただ、あの鏡に映ったあれがこの肩こりの原因かと思うと、あの廊下はもう通れません。まあ卒業してしまえば通りたくても通れないんですけどね。おしずく様。中学の頃、こっくりさんのアリューでおしずく様というのが流行っていた。十円玉の代わりに、ペンを数人で軽く持って、自動筆記を行わせる。そんな感じの儀式だった。その異変までのお楽しみ具合は、まあ、他の話と同じだから省くとして、俺も結構参加していた。だって、女の子と楽しく過ごせたから。
俺自身は、この手の類のものは、信じてはいなかった。でも、女の子の反応が面白いから、真剣を装って、あるいは、オカルトトークで、不安を煽ったりしていた。俺は女子と、楽しく、過ごせればよかったんだ。ペンがなんで動くかは、どうでもよかった。そんな、どうでもいい、と思っていたのが、気に食わなかったのか、ある時、異変は起きた。突然ペンが、異常に動き出して、今までなかった長文を筆記し始めたんだ。詳しい内容は覚えてはいないけど、まさに罵詈雑言。思いつく限りの、ろくでもない言葉を書き連ねていった。中学の女子のボキャブラリーで書ける内容ではないし、いたずらで動かせる速度ではない。俺が止めようとしても止められないし、他の子の指は離れることができないようだ。女子が悲鳴を上げて、教室の中はパニックになった。尋常ではないことが起こっている。それは分かっていたんだけど、俺は意外と冷静だった。まあ、相手はペンだから。どうにでもなるって思いつつ、乱文の内容を目で追っていた。すると、俺の名前が出てきた。さすがにぎょっとしたよ。ペンは、俺に対する暴言を書き殴っていくんだ。半分動揺し、半分ムカつきながら。やはり犯人は、この中。ペンを持っている四人、この中にいるんじゃないか、と疑ったんだけど、どうもそうではないようだ。全員の顔が必死だった。ペンは未だに、俺を罵り続けている。そしてついには、お前は死ぬ。お前を殺す。そんな文を書き始めた。プツン。温厚な俺も軽く切れた。殺すだと？ふざけるなよてめえ。空いている手で消しゴムを掴んでペンに殴りつける。シャープペンには消しゴムだ。反射的に取った行動で別に意味はなかったんだけど、ペンはもろくも砕け散った。バシャッという水音とともに。俺たちを抑えていた妙な力は消えて、やっと怪異から解放された。後には砕けたシャープペンと、おかしな水たまりが残っていた。俺の勝ちだ。してやったり、という感じがあった。女子は、呆然自失状態。中には、泣き出す子もいた。たたりを怖がる子もいたから、言ってやったんだ。奴の呪いは、全部俺に向かうだろうから、心配するなって。俺くんは大丈夫なの？名前出ていたわよ。タヌキやキツネに負けるかよ。帰り討ちにしてやるぜ。思い込みだけで参ってしまう人もいる。俺の目の前でそんな奴は出したくない。不安を払拭させるために当たり前のように言い切った。でも、内心は震えていたんだ。ペンが動くのはこの際どうでもいい。でも、あの水は一体何だ？砕けたシャープペンから大量の水が漏れ出した。まあ、大量とは言ってもたかが知れているけど、ペンの体積よりも明らかに多い水量だった。呼び出したものが、おしずく様。しずく？水？こくりとは
別物の何かなんだろうか。敵を砕いた実感はあったけど、得体の知れないものが相手で不安はあった。死の宣告も不気味だったんで、その消しゴムをお守り代わりに持つことにした。後日談があるかといえば何もない。パニックは教室の中限定で、この件が教師にバレることもなかった。おかしくなるやつも出なかったし、俺自身に妙なことが起こることもなかった。おしずく様が二度と行われなくなっただけで、以前と変わらない学校生活に戻った。全員無事に卒業し、五年が経った今も皆健在だ。あの消しゴムは卒業後、感謝をしつつ、しっかりと使い切ったよ。消えた友達。子供の頃、毎年夏休みになると、おじいちゃんの家に泊まりに行っていた。おじいちゃんの家は、島根のすごい山の中で、周りの集落はほとんど親戚みたいな感じ。そこには、同い年くらいのいとこが何人もいて、いつもみんなで一日中遊んでいた。俺が小6の時、いとこたちと缶蹴りと鬼ごっこが混ざったような陣取り遊びをしていた。おじいちゃんの家の敷地はバカみたいに広くて、隠れるところはたくさんあった。俺は物陰で二つ下のシンジと、俺が先に飛び出しておとりになり、その間にシンジが相手の陣地を取る作戦を立てた。そして俺は大声を上げながら陣地に向かって突進した。陣地を守っていた敵が俺を捕まえようとして走り出したのを見て、シンジが敵陣に突進したが、寸前のところで敵に気づかれ、シンジは U ターンして逃げ出した。敵のいとこの方が逃げるシンジよりも数段足が速くて、シンジがすぐ近くに立っていた蔵の裏に逃げ込もうとした時にはもう捕まる寸前で、二人はほぼ同時に蔵の裏へと消えていった。その隙に俺は楽々と相手の陣地を取ることができた。俺が相手の陣地に立って大声で歓声を上げると、隠れていたいとこたちがぞろぞろと出てきた。蔵の後ろからシンジのことを追いかけていたいとこも出てきたが、シンジはいなかった。あれ？シンジは？と俺が聞くと、そのいとこはポカンとした顔で、消えちゃった、と答えた。そのいとこが言うには、手を伸ばせば届くくらいの目の前を走っていたシンジが、蔵の角を曲がった途端にいなくなってしまったと言うんだ。俺も二人が蔵の裏に走っていくのは見ていたんで、俺たちはぞろぞろと蔵の裏まで行ってみたが、シンジはどこにもいなかった。俺たちが隠れるところは大体決まっていたんで、みんなで探してみたんだけど、結局シンジは見つからなかった。日が暮れ始める頃になると、大人たちもだんだん騒ぎ出して、集落のみんなが懐中電灯を持って、裏山とか近所を捜索し始めた。俺たちは、じいちゃんの家に集められて、留守番をさせられた。
重苦しい空気の中、いとこが。見つかるはずないよ。消えちゃったんだよ。と、いつまでも、泣きながら言っていた。その後警察がやってきて、事情を聞かれ、俺たちは、あるがままに答えた。警察は、怪訝な顔をしていた。その日の夜中、どうしても我慢できなくて、便所に起きた。広間からは明かりが漏れていて、大人たちの話し声が小さく聞こえていた。ちょっと安心して、便所で用を足していると、静けさの中に、なんだか、シンジの声が聞こえるような気がしてきた。俺の心臓が、鼓動もだんだん大きくなってきて、用を足し終える頃には、鼓膜の横の血管の、ドクン、ドクンという音の合間に、はっきりと、助けて、という、シンジの声が、俺には聞こえていた。俺は、絞り出すように、シンジの名前を呼んだ、ような気がする。するとシンジは、誰？見えないよ。ここは、どこなの？と答えた。声はまるで、四方の壁から聞こえてくるようだった。多分本当は、すべて恐怖から来る、俺の頭の中での想像の会話だったのかもしれない。便所を出た俺は、その後朝まで大人と一緒にいた。次の日もみんな総出で、古い井戸や、汲み取り便所の中まで、シンジのことを探し回ったが、結局見つからなかった。警察は不審者の目撃情報なんかを集めていて、誘拐と事故の両面で調べていた。俺たちの意見は当然ながら無視された。俺は予定よりも早く東京に帰ることになった。帰る日に、おじいちゃん家の縁側から庭を見ていたら、おじいちゃんが飼っていた犬が、尻尾を丸めて怯えたように、蔵の壁に向かって吠えながら、気が狂ったように、下の土を掘っていた。その後も、犬の様子があまりにもおかしいので、その蔵は解体され、蔵があった周りの土も、1メートルくらいの深さに掘って調べてみたが、何も出なかったらしい。翌年俺は中学生になり、夏休みにおじいちゃんの家に泊まりに行くのはやめた。シンジの消息は不明のままだ。もう10年前の話だけど、未だにシンジはどこか別の次元で生きていて、帰れずにさまよっているような気がする。この世界はいくつもの次元が重なり合ってできている。我々が生きている三次元は、下から三番目の世界である。この次元で行方不明になったものは、それよりも上か下の次元に飛ばされている。多くの場合は、二度と戻ってくることはできない。特に、下の次元に落ちた場合は、二度と戻ってこれない。時々、わずかな時間の間に行方不明になり、何年も戻ってこない人がいる。彼らはきっと別の次元に飛ばされてしまったのだろう。神隠しと呼ばれる類のものは戻ってくることが多いそうだが、それはきっと対象の多くが
幼い子供だからだろう。運よく戻ってきても、その間の記憶はない。また、大人の神隠しで戻ってきたという事例はあまり聞かない。おそらくは、行った先の次元で、狂ってしまったんだろう。奇妙な空き家。今から七八年くらい前かな。ガキの頃の話。その頃俺はサバイバルゲームとかエアガンの打ち合いとか危ない遊びばかりしていた。いつもみたいに五人で打ち合いを終えて、日も傾いてきたから引き上げようとしていた。その日は覚えてはいないけど、少し遠くに行って、俺は帰りの道を覚えてはいなかったんだよ。他の奴らもそんな感じで、確かこっちだったよな、のように、あやふやに自転車を漕いだ。でも、なんとか見慣れた風景が見えてきて安心した。そこで誰かが、ある家の前に自転車を止めて一言言った。ここの家、いつも通って思うんだけど、今まで一回も雨戸開いていたことなくない？人も見たことねえしさ、って。俺はその家の通りが通学路ではなかったので知らなかったんだけど、そいつと一緒に通っている奴もうなずいていた。俺はただの空き家だろうと思い、早く帰りたかった。俺は一回帰りたいと思うと、それしか考えられない。その二人以外も、ふーんって感じだったよ。けどその二人が、でもさ、誰もいないのに、新聞が配達されてるんだよなって。みんな、マジって顔になった。調べてみたら、本当にあった。何枚かかさばってはいたけど、誰かが回収しないと、あっという間に、すごい数になってしまうのは、俺でもわかった。新聞を確かめるために、勢いで、敷地の中に入ってしまっていて、焦り始めた。でも、冷静にその家を観察してみると、完全に空き家。外から見えない部分は、ゴミだらけ。俺も含めて、みんな怖さよりも、好奇心が出ていた。どうにか中に入れないかと、周りを探していると、台所の窓が開いていた。というか割れてた。そこから侵入することになり、人に見つからないよう慎重に入った。最後に俺が入ると、中は閉め切っているだけあり、暗くて怖い。そしておかしいくらいに物が積んである。片付けられない女とか、それ以上のレベル。あと、結構広いことにも気がついた。普通の一戸建てよりは広いと思った。自分の家よりも広い。胸がドキドキしてきたが、怖さではなかった。みんなが別れて捜索することになって、適当に散った。俺は、台所をそのまま調べることにして、いろんなものを漁ってみた。食器やらスプーン、フォーク。いろんなものが出てくる。物はあっても、本当に廃墟で、引き出しを開けた途端、中に入っている物の重さに耐えられなかったのか、崩れてしまった。木が腐っていたみたいだった。俺はそこを離れ、誰かと合流しようと思い、台所を出た。
一階の渡り廊下、ちょうど、雨戸が見えていたところを歩いていると、壁に何かが貼ってあった。カレンダーだった。ボロボロで、暗くて見えにくかったけど、不気味な犬の写真と、年数は読み取れた。1974年、約20年くらい前のものだった。これは、俺の壺にヒットしたみたいで、かなり怖かった。そのまま先へと進むと、一人が、和室らしきところを漁っていた。やはり、尋常ではないものの数。今思い出してみても、何があったのか思い出せない。暗かったのや、埃をかぶっていたこともあり、ただ、天井近くにまで積み上がったもの。整理をしたとしても、かなりの面積を取ってしまうほどの。その和室で、そいつは、貯金箱らしきものを見つけたみたいで、喜んでいた。内緒で、後でおごる、とか、そんなことを言っていたな。二階もひどいものの数で、入るのに苦労していたみたいだった。二人で上に上がってみると、すごい光景が広がっていた。一階では、砂の城みたいに積み上がっていたものが、そこでは壁に積み上がっていた。俺は、ひどく嫌悪感を抱いた。なんだか、そこにいたくはなかった。その部屋の雨戸も閉まっていて、開けることができそうなので開けてみると、外はもう日がかすかに見えるくらいで、すぐにも夜になりそうだった。こんな果てしない数の物の中を探索していたら、どれだけ時間がかかるんだよってことになり、揃って一階に降りた。すると、でたらめに、二階に入るためにどけたものが邪魔をして、どうかが通れなくなってしまっていた。仕方なく、居間を経由して進むことにした。どうかよりは、物の数が少なかった。みんなで物をサイドにどけて、進路を作っていた。このドアを、弾けるようにすれば OK だ、と、リーダー格の子が言った。やっとか、と思っていると。待った。リーダーが、みんなの動きを止める。中から、何か、音が聞こえてくる。そう言われて、皆驚いて、耳を澄ませてみると、本当に聞こえてくる。話し声ではなくて、水が流れているような音。みんな固まっていたけど、そこをどけないと外に出ることができない。廊下方面にそこのものをどかしていったため、廊下から行くのはきつい。みんな覚悟を決め、ドアを蹴破ることになった。下は物が詰まっていて、ドアの上だけは剥がれた。そこの今も、パターン通り積み上がっていた。見渡しても、人がいるわけはなく、何の音かと調べてみると、積み上がった物の向こうにテレビがあった。木で包まれた、昔っぽい、ぼーっとした光。俺はここで時間が止まったような感覚になった。画面には砂嵐が映っていた。不可解すぎる状況を理解するとものすごく怖くなってきた。何か背後に気配を感じるような気がしてテレビは放置して逃げようとした。
みんながテレビから目を離すと、じゃーんと、ピアノを思いっきり叩いた音がテレビからした。反射的にテレビを見てしまい、その画面を見ると、なぜか竹やぶが映っていた。わけがわからない。みんな固まってシーンとなっていると、そのテレビの脚立みたいなものが折れて倒れた。これにスイッチが入ったように、みんな一斉にダッシュ。台所に着くと、入ってきた窓が埋もれてしまっている。あ、俺だ。戸棚を、さっき崩してしまったことを忘れていた。他のみんなは、これでさらに、ガクブルになってしまった。とにかく、出口を探して、トイレのドアを破った。便座の後ろの下の部分から出れそうだった。すごく汚かったけど、ためらいなく、匍匐前進で突き進んだ。俺はこの時ガラスで、ふくらはぎをスパッと見事に切ってしまった。それでも、急いでその敷地から出て、一目散に退散。家に着く頃には流血がやばくて、救急車で運ばれてしまった。この話は他の人にしたことはない。たまたま親父が、あそこの家取り壊されたみたいだぞ、ということを言っていて、今回それを思い出した。当時の足の傷は今もはっきりと残っている。この前、あの時のメンバーで、集まってその話題をしていると、おかしな食い違いがあった。あの時は、四人ともビビってたよな。だな。俺もうあれはパス。ん？四人。確かにそこには、俺を入れて四人しかいない。他の奴もうなずいている。俺が、なあ、もう一人って誰だったっけ？と言うと、え？何のこと？あ、ほら、空き家を探検したメンバーだよ。いや、ここにみんな揃ってるじゃん。俺は何回思い出しても、五人で行った記憶しかない。だが、結局、五人目が誰だったかは、いくら考えても思い出すことができないんだ。カップル。ちょっとズボラをしようと思って、他弁屋さんに行った。お弁当を注文し、待っている間、ベンチに座っていようかと思ったら、巨体で油切ったロン毛の男と、オタク系でロリータ系の女がイチャイチャしてた。女の方はアニメ声で、もうひーくんたら、また太っちゃうにゃ、とか、薄気味悪い甘えっぷりで、で男の方も、愛があれば大丈夫でござるよ。むーちゃんは可愛いから、ちょっと太らないと心配でござるよ、とか言ってる。なんだこいつら、と思ったんだけど、あまりにすごい光景だったんで、ついじっと見てしまったらしい。女の方が気がついて。ラブラブしてたら、乱れちゃった。焼いてるのかな？と言われた。焼いてない。むしろ、胸焼けはしているけど。弁当を受け取って帰った二人に、ほんと、胸焼けしてしまって、せっかく注文した弁当が、全然美味しくなかった。なあ、弁当代返してくれよ。あの時の、なんかわけわからんカップルさんたちよ。